小説の主人公でも何でもない、ごく平凡な、どこにでもいる読書好きの大学生だ。だけどもし仮に僕を主役に一つ作品を書くとすれば、それはきっと悲劇だ。この世のすべての不利益は当人の能力不足。あなたはまだ傷つけられる側でいられる。ヤモリのような奴を許せる？そんなの許せない！そんなの許せない！僕の居場所を奪う奴は容赦しない。2分だけ遊んであげる。手を振る舞えるのは強者の権利。
人のテリトリーだから殺す。僕はアンテイクには戻らない。確かにあんたはグールじゃない。いいじゃん。かかってきな。